ピエール・アントニオ・ミケーリピエール・アントニオ・ミケーリはイタリアのカトリックの神父、植物学者である。1729年に出版された著作、新しい植物類はキノコの研究の歴史において重要な書籍である。フィレンツェで生まれた。独学でラテン語と植物学を学んだ後、ブルーのトッチの下で学んだ。1706年にトスカーナ大公。 古事も賛成によって、フィレンツェのセンプリ地庭園の園長とピサ大学の植物学の教授に任じられた。著書の新しい植物類は、菌類研究の分野で、当時の法画的な研究を集積したもので、胞子発芽実験を行い、適当な条件を与えれば、胞子から胞子を取ったものと同じ菌が生えることも示した。1800の植物を記載し、そのうち1400は、 初めて記載されたものである。900のセンタ類を記述し73の図版が添付された。未経理の記述は当時、菌類の自然発生を主張する植物学者からは懐疑的な見方をされた。植物や鉱物標本のコレクターでしばしば最終旅行を行い、1736年に最終旅行中に病気となり、フィレンツェで死亡した。家の 小賀玉の貴族に、懸命されている。P ・ミケリーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ピエール・アントニオ・ミケーリーを示すのに使われる。キノコカビの研究誌、人が菌類を知るまで、G.C. エインズワース、小川新京都大学学術出版会 ISBN48 億7698万9354。ありがとうございます。